金一鉄は、朝鮮民主主義人民共和国の政治家、軍人、人民武力部長、国防委員会委員を歴任、朝鮮人民軍における軍事称号は自卒、平壌出身、万元大革命学院卒業、ソ連海軍大学の留学後、軍部から台頭し、1980年の朝鮮労働党第6回党大会で、 党中央委員及び党中央軍事委員に選出。1982年より、中将、上将、海軍司令官、大将、自卒へと順調に地位を上げ、1997年4月には人民武力部の第一副部長に就任。1998年9月の最高人民会議では、国防委員会副委員長及び人民武力省に選出された。 2000年には、韓国チェジュ島で、朝鮮大国防部長官と、史上初の南北国防省会談を行った。2007年には、金正主国防部長官と会談した。その後、国防委員会副委員長職から退き、2009年2月11日には、人民武力省を解任され、人民武力部第一副部長に格下げされていることが、判明したが、 朝鮮民主主義人民共和国指導部序列第13位に推定されるなど北朝鮮軍部の実力者であった。2010年5月13日の朝鮮中央通信の報道により朝鮮民主主義人民共和国国防委員会国示で金一鉄が高齢であることを理由に国防委員及び人民武力部第一副部長の職務から解任されたことが判明した。 プエブロ号事件に関係のあった人物とされる。金正日の誕生日には海軍競争団を動員して演奏会を開くほどの政治軍人。ありがとうございます。